はい、皆さんこんにちは、リップスヘア池袋店の早手です。モデルのノアです。はい、今回は、前髪が、短めなデザインで、作る、まあ、スパイキーなショートマッシュを、スタイリングで、動画を撮っていこうと思いますので、最後まで、お付き合いよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。そしたらまずは長さの説明ですね。前髪の長さは、まっすぐ下ろして眉毛に少しこうかかるかかからないかぐらいの、長さが一番ベストです。サイドは、まっすぐ下ろして耳にかからない長さで、後ろに関しても、刈り上げを入れて後頭部に丸みが出るようにすること。そしたら、一度髪の毛を濡らして、スタイリングの方に移っていきます。それではやっていきましょう。お願いします。よろしくお願いします。ノア君が、前髪を普段左流しているので、ドライヤーは、左流していくんですけれども、風を、右側から、左にずっと当て続けてしまうと、こっち側に髪の毛がかなり溜まりやすいので、左から右側にしっかりと、乾かして、半分ぐらい乾いた時点で、本来の、左の流しに持ってってあげると、前髪が放射状に綺麗に落ちるので、そこが、一つのポイント。あとはドライをしながら、温風と冷風を使い分けてサイドが、少し引き締まるように乾かしていきます。しました。で、行きたいから、で、一回切っちゃった。はい、ドライヤーが終わりました。少しアイロンを、入れていこうと思うんですけれども、髪の中間に、動きを入れることで、毛先はシャープに、まあ、ソフトツイストパーマみたいな雰囲気で中間の動きを軽くつけていきます。はい、一応こんな感じでアイロンは入れ終わりになります。毛先がくるくるしすぎないように、股場を少しつまんであげて、挟んだ後に少しこう手首をスナップするような感じで、入れていただくと、こういう雰囲気になるので、じゃあ見てください。そしたらワックスの方もつけていきます。はい、ワックスはそしたら今回はこちらの2つを使っていきます。まあ、どちらもハードのワックスなんですけれども、少しこうバサッとした雰囲気のある白と、まあ束感がくっきり出やすいピンクの、2つを1対1ぐらいで混ぜていこうかなと思います。はい、完成しました。お疲れ様です。前髪は少しこう顔の方に差し込むような感じで、上の方もこうどっちかっていうとストレートタッチな感じがこう短い中で、より男性らしさが、出てくるデザインになるので、まあ、あとはそうですね、こうパーマをかけたりしていただくと、こうアイロンなしで毎日のスタイリングが簡単になるので、ご相談して、いただければと思います。もし何かありましたら、僕自身の、個人のインスタグラムがあるので、そちらに、連絡いただければ、こう皆さんに返信させていただいておりますので、何かあったら、バンバン連絡の方お待ちしております。あとは、ノア君のインスタも、こう、単発系の、髪型がめちゃめちゃたくさん載ってるんで、こう、短いの好きな方は、もうぜひチェックしたら、やりたい髪型がきっと見つかると思うんで。ぜひ。はい、ぜひ。使ってください。あとは、リップスヘアのこの YouTube のチャンネルも、こう、チャンネル登録の方、していただければ嬉しいので、よろしくお願いします。お願いします。はい。さあ、それでは最後までお付き合いいただいてありがとうございました。またお会いしましょう。はい。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあねー。いいね。よろしく。よろしく。